あの内側内側と。残念。お疲れ様ね。バンカーも得意じゃないの？バンカー苦手です。だよね。めっちゃ苦手です。動きが俺みたいになってた。超苦手なの。これでまた難しいシチュエーション来ちゃったから。そうなんです。でも何も悪いことしてないんだよ。ずっとパーで来て負けてんだから。まあそうなんです。これプレーオフのティー作った人に文潜っておやの人だからね。なんでバンカーなの？なんか。 飛んんじゃうかなって不安があるですよいつもでちょっとなんか砂が少なそうな感じだったんでそれを気にしすぎて打ったら砂多く取りすぎて出ただけでっていう感じですねでもあれもうあっち行っちゃったじゃない縦の距離分かんなかったから分かんないでしょどのくらい行っちゃってるか結構行ってんだよそうなんですよか乗ったら絶対勝ちなのよですよねですよねまあその真ん中ぐらいまで打てればと思ったんですけど難しいな でも、ゴルフどいいじゃないいいですかいや、俺いけると思ってたよ本当ですかずっとありがとうございますでも、結構もったいない人負けてるよねそうですかね二番もそうじゃんあーやっぱり難しいなサダンですサダンです、ちょっとダメだよ、こんなのダメよ、こんなのやっちゃダメよ逆にこのパター最初うん。ああはいはいはいあれ、などうしちゃったのあれは 真ん中の色変わってるぐらいからちょっと下るって言われたんですよでも逆目だからとは言われたんですけどやっぱりちょっと速いかなと思って真ん中まで打って転がす感じでいったらやっぱ止まっちゃって多分あっちから打った選手と同じなんだけどあっちの方がやっぱ上り上のの傾斜の角度が少ないんだよねだからやっぱこっちが一番さっきセカンドショットで言ってたんだけど一番いい場所は多分左下だよって言ったんだよ。 あそれは何でかって言ったらこのコースの地形がもう相模湾の方に向いてる、うん、絶対その駿河湾側に向いてるコースじゃないんだよね。はい、ってことはどんなに平らだろうがこれ行ったり来たりしてるからこういうコースっていうのは基本的には、うん、じゃあどっちが一番山側なのか谷側なのかっていうのを頭の中に入れてプレーしてれば、まあ、ここに打ってきたのはいいんだよこの左に打ってきたのは正解なんだけど、はい、こっちからのパッドは登ってかなきゃいけないから、ね、先に打った選手よりもちょこっとちょっと強めにいかなきゃいけないね。うん まあ後になってみればね <laughs> バンカー、サンドこれ自分のサンド自分のサンドです砂使う時どれ使ったてるの58です 58? <あ>これはもう長く使ってますかはいまあそうちょっとじゃもう一回やってみようか多分練習でやったら多分いいと思うよ <laughs>、うん、でもこれは難しいや、シチュエーションとしたらいやでもあれはちょっとないですよね、うん、ちょっとだったもんな いいじゃん。いや、練習じゃできなのよ。<laughs> あれでいいんですよね。あれでいいの。悔しいな。いや、うん、やっぱビビるからダメなんですよね。まあ、もうもで、そのシチュエーションでやっぱ一度でも一度ね、脳の中にミスショットが入ったりするとやっぱダメなんで、んやっぱバンカー思い切りの良さ。そうですよね。バンカー思い切りの良さと、あ、すみません。バンカー思い切りの良さと、あさとはい、あとはだからさっき言った振り幅。多分今の感じが一番。 心地よく触れる距離じゃない。はい、ありがとうございます、うん。あとは取り方だからさ、素直の取り方なんだよね。うん、だ距離の出し方とか、あの出さない仕方って。一つしかなくて、うん、フェイス開けば飛ばないし、うん、フェイス立てたら飛ぶんですよ。うん、で、こういうシチュエーションの場合は。はい、ボールちょっと置いてみて。こういうシチュエーションの場合は。フェイスを閉じ、閉じるっていうか、まあ、スクエアぐらいにしてあげて。はい、うん。 スクエアぐらいにしてあげてフォロー要するにソールを当てないで歯から入れる感じで打ったら勝手にダフってくれて足が出る<ー>うんそうそうそしたらそれは今飛ばなかったけどもっと立ててあげたら勝手にドロ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 っていくショットになるもうちょっと砂を少なめに取っていいい。 あの濡れた雨に濡れたバンカーとかあるじゃないあのの、くらいのも,もっと閉じていいんだよ。もっと、うん、このぐらいですね。もっと閉じてボールの手前1センチぐらいのとこから全部砂ごと持ってこうと思って打ったらそうそうそうそしたらもうダラダラダラだダラっていく。<ー>だけど,どバンカー嫌いだったらやっぱり自分の何も考えないでこうやってストロークできる距離をまず知るって方がいいな。うん やるんでしょはょ、い、<laughs> こ,こ,こうしたらさ、はい、このくらいこう閉じたとするじゃない、はい、この閉じて普通だったらソールが当たってくるからこうやってもう入ってくるよねこういうふうにね必ずでもこうやってシャットにすると歯から入るから、はい、要するにカチンっていうのがあるんだ、はい、でもそれだけ気をつけてもらってフェースこのくらい閉じといて閉じといて目玉打つみたいにこうやって打てばもう絶対に前には絶対行くから。 ださっきのシチュエーションだったらあのトップしたボールより入ればいいっていうんだったらう <laughs> もう閉じといて目玉打つみたいにこうやって打ってあげたらドロドロドロって,って転がって、うん、無理にこう上げようとしないでそうそうそう,そうあとはもう自分の振り幅をやっぱり勉強するってことかなはい必ずソールが当たってこうソールがこう当たって、はい、普通にこうソールが当たって俺たちはさ男子だからあそこまで飛ばすっていうのはそんなに難しいことじゃないんだよね このくらいは飛ぶから、普通にエクスプロージョン、僕なんかの普通のエクスプロージョンは、あのくらいだから。キャリー三十ヤードぐらいとか。それが分かったら、バンカー絶対出るようにな。るだって、いいとこ当たってるんだもん。いいとこ当たってるの、これ。本当ですか。これいいとこ当たってる。この真ん中に当たってくるのがいい。うん。悪くないと思う。いや。残念。残念だよ、悔しいな。すごい悔しい、三番で落ちると思ってなかったんですよ。だって、僕言ってないんだか あなたたちボギー打ってないのに負けてるんだよそうですよね誰だこのゲーム考えてる <laughs> いやショックだな本当ゴルフいいのにねドライバーもいいよありがとうございますスイングオッケーノープログもう俺がいいって言った人全部負けてる、ね <laughs> <laughs> ねね、ちょっと怪しい <laughs> ということですありがとうございました頑張ってくださいはい。ありがとうございます、はい、じゃ行きましょう二回目ああそうか。またチャンスある